アトレビダ級コルベットは、スペイン海軍が運用していたコルベットの環球。1.2番艦は、当初は満載排水量1022トン、並走は45口径105ミ、mm、リメートル単素砲1機、37ミリメートル連装機銃1機、4連装20ミリメートル機銃2機、爆雷投射機4機として完成したが、1番艦は1959年から1960年に、 かけて、初言表のように対戦戦回収を受けた。残る4隻は当初からこの装備として完成している。三陰地方は即居技しか持たないが 40mm 広角機銃は砲違板による偏差射撃が可能とされている。ディアナは1971年にロタ海軍基地近くで座礁事故を起こしたことからその損傷を修復せず、 1973年にそのまま退役した。また、デスクビエルタも対戦戦回収を受けなかったことから、比較的早期に退役した。これらを除く4隻は、1979年から1980年にかけてジブラルタル海峡やカナリア諸島での警備に当たるための紹介艦に種別変更された。これに伴い、対戦兵器はすべて撤去され、 変わって 20mm 単装機銃2機が搭載された。またレーダーやソナーも撤去されて、レーダーについては公開用のデッカ1226型2機が搭載された。PA 回収艦についても1990年代にセルビオーラ急昇会艦により更新され、順次に運用を終了した。ありがとうございます。